公認銀レゲンテス級はオランダ海軍の解剖戦艦の艦級である。本艦はオランダ海軍が自国の沿岸警備や植民地の防衛のために作り上げた解剖戦艦である。オランダの戦略ドクトリンとして本国は沿岸艦艇を配備するのみとして富を算出する植民地には解剖戦艦や駆逐艦を配置して防衛する戦略をとっており、本艦も本国よりも 植民地に優先配備されていた。公認銀電源です。船体形状は、この当時の列強主力艦と同じく、排水量に比較して、しのげなみ性を良くするために還元が高められた平ら、乾板型船体を採用している。水面下に、昇格のつく艦首から、全く傾斜のない艦手甲板上に、クルップ1902年型 24cm 砲を、収めた。 炭素式の主砲塔が一気、司令塔を下部に組み込み、両脇に船橋を持つ、箱型の環境の背後には簡素な短脚式の前、帆柱、一本煙突の周囲にはキセル型の通風塔が立ち、煙突の周囲は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットが片元3組ずつ、計6組で運用される。簡素な短脚式のミズン。 そこから甲板一段分下がって、後部甲板上に、後ろ向きの 24cm 炭素手方等の順である。複方の 15cm 炭素砲は、炭素砲がで環境の両脇の原則甲板上に、片元一機ずつ、ミズンの左右に、片元一機ずつ、軽四機を装備した。複方の守備線方向への社会を少しでも得るために、船体の一部を切り替えている。 この武装配置により、監守備方向に 24cm 砲1問、15cm 砲2問が、原則方向に 24cm 砲2問、15cm 砲2問が、施行できた。本級の武装、装甲配置を示した図。本級の手法には、新設計のクルップ1898年型 SKL 40、40-24cm 砲を採用した。 その性能は、ドイツ海軍で用いられた 140kg の砲弾よりも重い 170kg の鉄鋼弾を最大行革20度で14,630メートルまで届かせることができた。この砲を全球と同じく単装砲塔に収めた。この砲塔の方針の不要、砲塔の旋回は主に電力と水圧で行われ、方針の不要能力は行革20度、 深く4度で、各砲塔の旋回角度は、船体守備線方向を0度として、左右120度の旋回角度を持つ。溶弾や茎は、電動式で、装填機構は自由装填方式を採用しており、どの角度からでも装填ができた。発射速度は、毎分2発であった。本級の複砲には、同じく新設計の、クルップ1898年型 SKL。 4メートル速射砲を採用した。その性能は重量4 5 3ラムの砲弾を最大行角20度で射距離1 3 7 0 0ルまで届かせることができた。発射速度は毎分4から5発、行角20度、深く7度であった。旋回角度は、艦上の単走砲塔は減速方向を0度として左右150度、 原則ケースメート配置は150度の旋回角が可能であった。他に、耐水雷定迎撃用にオチキス射精、オチキス 3.7cm5 連装ガトリング砲を、単装砲がで10機を艦上に装備した。その他に、対艦攻撃用に 45cm、水中魚雷発射管を単装で艦首に1機、原則に、片弦1機ずつ、計算機装備した。 ヘルトーグ・ヘンドリック、ありがとうございます。